福島第一原発の廃炉作業に県民の意見を取り入れようと開かれた会議でも、海外への情報発信が足りないなどの声が上がりました。福島第一原発では真水を使った放出設備の試運転も始まり、工事はまさに大詰め。国や東京電力は広島サミットの首脳声明で処理水について触れたことや、ウェブサイトを外国語に対応させるなどして海外にも情報を発信していると説明しました。国内と同じように諸外国の理解が求められる中、今日一国のリーダーが県内を訪れました。パラオ共和国のウィップス大統領。関心がある魚の保存技術を見ようと、いわき市の水産物加工場を訪問しました。メヒカリなど常磐ものを味わった後、海外のトップとしては初めて福島第一原発に向かいました。第一原発では処理水の放出に関わる設備を中心に廃炉作業の現場を視察。視察を終えて内堀知事と面会したウィップス大統領は、福島第一原発を実際に見ることができてよかった、透明性を高くしていくことが大事だと思うと話しました。